この物語は、とあるマンションに住んでいるお疲れ気味の OL 小林さんのお話さ。扉開けるとそこには大きなドラゴンがいた。いや違います、悪魔ってもう私はメイドだっての。いやその悪魔じゃなくて、いやいや完全に食べようとしてるっしょ。だからメイドですって。私の名前はトールと言います。ドラゴンだけに D カップ。負けた。メイドドラゴン、メイドでドラゴン、小林さんちのメイドラゴン、ちょろかわいいでしょ。